アルセン・ゾライエビチ・ガルスチャンはロシアの柔道選手。アルメニアのタブシュ地方出身。階級は 60kg 級。身長 170cm。得意技はアッシャ。2013年現在はクバン大学に在学している。父親がプロのサッカー選手だったこともあり、アルメニアにいた頃は兄弟とよくサッカーをしていた。一方、当時は 柔道の存在自体を知らなかった。しかし、ロシアのアディゲ共和国のギアジンスカヤに移住すると、アディゲはロシアでも有数の柔道の拠点地域だったこともあって、柔道と出会うことになった。最初は退屈に思えたものの、投げを決めているうちにすぐに魅了された。そして、その後の恩師であるイゴール・ロマノフとも知り合うことになった。2008年の世界ジュニアで優勝を飾った。 2009年のヨーロッパ選手権でも優勝した。2010年の世界選手権では準々決勝で日本の平岡匠に腕座十字型で破るものの準決勝でウクライナのゲオルグリーザンタラヤの大外刈りで破れ3位にとどまった。2011年1月のワールドマスターズでは決勝でウズベキスタンのリショドソビロフの横捨て身技で破れて2位となり8月の 世界選手権は7位だった。2012年1月のワールドマスターズでは、決勝で再び、ソビロフと対戦して、高技で破り、昨年の雪辱を果たした。同年のロンドンオリンピックでは、決勝戦で平岡と対戦し、開始41秒の外巻き込みで破り、金メダルを獲得した。なお、オリンピックで優勝したことにより400万ルーブルの報奨金及び、 マンション一室とベンツ一台が送られることとなった。2014年秋からは 66kg 級に階級を変更している。2016年のヨーロッパ選手権では3位だった。ありがとうございます。